どうもアリスキテラです今回も戦ス制覇レジェンドオブジャスティスをやっていきたいと思いますで今回はサムネにあった通り、えー、報告をさせていただきたいと思いますで昨日まで、えー、行われていました、えー、全サーバーを対象にした、えー、ギルドの頂点を決める戦い栄光の頂点の方、えー、なんと私が所属していますギルドラストレディアンスが、えー、優勝を果たしました <laughs> えー、ギルドの皆さん、おめでとうございます。そして、動作場で応援していただいた方々、ありがとうございました。えー、そして、えー、準優勝の方。準優勝の方も、えー、同じアリエスサーバーの、えー、エクスタシーさんの方が準優勝ということで、えー、ギルドメンバーの方、おめでとうございます。えー、そして3位。3位は、えー、スコーピオンサーバーの方の、えー、デスペラードさん。 えー、メンバーの方、三、えー、3位おめでとうございます、えー。そして4位、キグナスサーバーのグレンゲさん。で、5位、タウラスサーバーのセブンスセンスさん。六、えー、6位、えー、キグナスサーバーのレンドウさん。7位、アクエリアスサーバーの栄光の架け橋さん、えー。そして8位、 アンドロメダサーバーのブタキムアットドロサバさんでいいですかね。うん、ちょっとすいませんね。名前間違ってたらすいませんね。えー、それぞれ、えー、入賞の方おめでとうございます。えー、そしてお疲れ様でした。えー、そして今回の、えー、大会にあたってちょっとしたドラマがありました。で、まず、えー、予選からベスト8進出を決める戦いがあったんですけど、えー、くしくも 動作場同士、動作場で競い合ってるエクスタシーさんと、戦うことになりまして、接戦の末引き分けという結果になりました。で、ま、互いに、ま、認め合ってる、力を認め合ってるようなギルド同士が、予選でぶつかって、引き分けと、そして、ま、心の中では、 え、互いに、え、ベスト8進出、進出を決めて、え、あわよくば、え、決勝で愛まみえましょうよ、という感じの、え、ことを思いつつ、え、それぞれのギルドが、え、頑張って、死闘を繰り広げた結果、なんと、え、互いにベスト8に進出、え、そして、トーナメントを勝ち上がっていって、ついに、え、決勝で愛まみえると、 いうことになりました。え、まさしくもうドラマのような展開。もう映画にしてもいいんじゃないかというぐらいのストーリー展開。えー、まあ普段から、えー、同じサーバーで競い合ってる、お互いの力を認め合ってる公的主導士が、えー、こういった大会の予選で、えー、対戦して引き分けて、えー、そこからまた決勝まで勝ち進んで相まみえると、 いう、そこで、最後の決着をつけようぜと。えー、で、明日、えー、その試合が行われるんで、えー、気合い入れていくぞと言った矢先なんですけど、<laughs> <laughs> ここまでは非常に素晴らしいドラマだったんですけど、この後ですね、うん、メールが届きまして、えー、大会が終わりましたと。えっと。<laughs> まだ決勝やってないよねと。えー、どういうことと。 えー、という感じになったんですよね。うん、で、そして、まあ、蓋を開けてみると、えーまあ、ラストレイディアンスが優勝。で、準優勝がエクスタシーさんと。です。試合が行われてないんですけど、優勝、準優勝が決められたというところで、えーまあ、かなり、まあ、最初はま、納得ができない、えー。うちのギルメンの方も、えっと、ま、あっけに取られてるというか、 まあ納得もあんまりできないような感じだったんですけど、まあ結果としてはやっぱり優勝できたというところで、えー、まあ最終的にはまあ大喜びしてるんですけど、まあ、エクスタシーさんの方は、もう悔しくてたまらなかったんじゃないかなと思います。えー、試合をしてないのに、えー、準優勝扱いされたというところで、で、もう個人的にはなんですけど、まあお互いに力を認め合ってるギルド同士、 で、実際予選では、えー、引き分けてるということで、まあえー、ちょっとこの、え、仕様だったのか、バグだったのかは、えー、よくわからないんですけど、まあ形式的には優勝、準優勝と、えー、分かれましたが、えー、まぁ、あ、二つのギルドともに優勝と同時優勝でいいんじゃないかと、えー、心の中では思ってます。なんで、エクスタシーさんも、えー、優勝だと、 いう気持ちで <laughs>、えー、思ってます。うん。えー、とは言ってもですね、やっぱり、えー、次のシーズンに関しては、えー、次のシーズン以降ですね、に関しては、えー、ちゃんと決勝で、えー、悔いが残らない戦いができるような、えー、ちゃんとした舞台を運営さんの方には、えー、用意してもらいたいなと思います。 えー、というわけで、えー、記念に、えー、最後、ギルドメンバーですね。今現在所属しているラストレイディアンスの、えー、メンバーの方を、えー、紹介したいと思います。まあちょっと名前を、えー、読むだけにさせていただきたいと思います。でまず会長の防ンチョさん。防、まあ、君って書いてあるけど、めちゃくちゃ真摯な方ですね。<laughs> めちゃくちゃ優しいですで。私を拾ってくれた方でありますね。 えー、いろんな経験ができて、えー、非常に感謝しています。えー、そして、えー、副会長ですかね。狂犬ポメラニアンさん、えー、イサジュさん、えー、そして、アラシさん、アシマリさん、俺だよ、俺俺さん、スマイルさん、えー、橋やすめアつおさん、シテルさん、エアさん、ジョータロウさん、リベロさん、ブラフマーカマルさん、メイオーハーデスさん、暗黒デコピンさん、マヒロさん、ライスライズさん、 神さん、タックさん、スイタンさん、つみれさんえ、シシザレオのカキさん、焼き鳥さん、ストラトさん、ユニコーン200さん、おさむさん、ミロ隊長さん、あ、ミロ隊長は、 えー、優勝が決まった時が、ちょうど誕生日だったみたいで、ダブルハッピーでしたね。えー、誕生日おめでとうございます。<laughs> で、北斗リバイブから来たさんあ。北斗リバイブ、昔ちょっと私、かじってましたね。えー、そして、えー、インキュバスさん、えー、宗師さん、宗師さんでいいのかなで、ケンジさん、レトログレードさん、TT さん、パルチワコナさん、 ポンコツさん、ゴッサムさん、モミジさん、ケビンさん、ドクさん、ホヘモンさん、スリーエムさん、えー、ズルムケ十二神さん、チャマさん、ネムさん、オオカミザ五百三さん,さん、えー、ジュネさん、カシオスさん、ヤマンさん、ポンタさん、キドミツマサさん、グラップルさん、テンさん、ルーミー三十八さん、サンダース軍曹さん、サンラクさん、ゴムのび太さん、 りょうたさん、え、というわけで以上のメンバーで、え、聖戦に参加した方はもちろんなんですけど、え、聖戦には参加されてない方も、え、応援して、え、ギルドを盛り上げてって、え、非常になんでしょう、え、一致団結して、え、勝ち取った、え、優勝だったんじゃないかなと、え、思います。というわけで、 え引き続きですね、え楽しいギルドメンバーと一緒に、えセイントセイヤーレジェンドオブジャスティスの方、え楽しんでやっていきたいと思います。えというわけで、え今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。